はい、というわけで、おはようございます。ゴージャンです。ダラダラと配信をしたいと思いますので、よろしくお願いします。さっさっさっす。ちょっと配信告知的なのをしてくるんで、ちょいとだけお待ちください。手動でやらないといけないっつのはよろしくないわ。あれ？あれ？なんで更新されないんだこれ。保存されてるよな。お？これどうなってんだろう。合ってんのかな。合ってんならいいや。やろう。やりまーす。よろしくお願いします。さてと、とりあえず遊牧がしたいんですよ、遊牧が。遊牧がしたいと言いながら、やっぱりね、フォレストプリズンに目が行くとちょっとやりたくなるんだよね。日本は祝日でも、海外は祝日じゃない。つらいね。ゲームがないね。まあまあまあ、しょうがないといえばしょうがない。ノーマットが空いてるっちゃ空いてるけど、こういうのは出入りしてるんだよな。それの仕組みがね、よくわかんないから、あんまりこういうの来たくないんだよね。で、まあ、一応眺めて、1分ぐらい大丈夫そうなら行くけど、まあまあまあ埋まるよね。まあそんな感じでしょうがないなと思いながら眺めるしかない。ゲームが始まらないとこういうのって基本的に放送事故だね。ああ、朝のテンション低いんだから待ってる間のフォークをどうやって伝うかっていうのがやっぱり難しいんだよね。なんかないかね、ゲームね。H か。ノーマットがないですな。ここはないですね。マットがないですな。このフォレストプリズンはね、あれなんだね。結局ターボだっていうところがネックですね。はっきり言ってフォレストプリズンだってフォレストプリズンではないですよ。こんなターボでやらなきゃいいんだよね。焼くのよりも、はっきり言って農民をひたすら増やして、ひたすら資源を集めまくってた方が、まあよっぽど、
効率がいいってものですな。なっていうこのフレーズ、ちょっと最近ハマっちゃった感は否めないな。これちょっと口癖にならないように直さないといけないな。口癖ね、なんとか直せるところは直したいかな。まあ、やっぱりいつもラジオ流した後は動画見返してるわけですけど、やっぱり自分でもなんかこう耳につくなみたいな、気になるなみたいな、そういう口癖はどうしてもありますわな。直したいんだけどね。ただやっぱり喋ってる時の自分はそれが一番いい喋りをしてるんだと思ってきっと喋ってるんだろうね。でその方がまあ言葉尻もつなぎやすい、次の言葉にね。だからそういう風に言ってんだろうね。それがまあきっとよろしくないんだろうね。うん、それはあくまで主観的な話だからね。もっとこう客観的に自分の話を聞けるようにしないと、分析できるようにしないといけない。遊牧がない、遊牧がない、私は遊牧がしたいからここに飛び込んでいるというのに、カモン遊牧、カモン、カモンベイベー遊牧。オールスベストプレイス、オールウェルカム。惹かれるものが、俺は惹かれるものがあるぞ。オールストプレイス、ちゃっていいですか。ニューフォレストプレイス、オンゲーム、ランドセーブ。あれ、お、別で干されてなかったっけ。見失ったのか。即埋まりしたのか、まさか。あらまあ、やっぱ人気なカリスマホスト的なゲームはやっぱりあるんだね。とロビー画面ばっかり見るのもあれだから、チラッと見てこよう。チラッとね。ターボランダムかーい。ターボランダムはいいや。ターボランダムも別に悪くはないんだけどね。完全にこう、なんか駆け引き的なものはちょっと薄いのかな。やっぱ焼いてなんぼかな。いやー、全然始まんねえんじゃなくて、ゲームがねえよ。せっかく意気込んで配信をしてるというのに。まあ配信準備中の時にはなんか良さげな、遊牧のゲームがあったからよしと思ってやろうと思ったけど、そこで配信準備でもたついてたらなくなっちゃったみたいなね。ちね、嫌いじゃないけど好きでもないかな。個人的にあんま帝王戦で並走さをわちゃわちゃしたくない主義っていうのもありますね。まあでも肩慣らしも何もなかったら意味がないし、とりあえずやるか。参加できません、悔しい。決断が遅いっていうのはよろしくないね。ニューフォレストプリズン、オールウェルカム。これですよ。確かこれだよ。これをちょっと
チラ見したいと思ったんだけど、ニューフォレストプリズン、ターボランダムだしよ。でもニューって書いてあるのが気になるんだよな。ちょっとピンが高いけど、許して。許したもう。外交政策固定外れてんだけど、なんかセッティング的にちょっとクソゲーな匂いがするからやめよう。結局さっきから1ゲームしてねえな。いや何でもいいからやろう。1対1もよろしくないけどね。疲れるし、1は疲れるね。印象としてアラビア、ケンタッキー、フライドなんとか。インが跳ねてる、ピンが跳ねてる。なんでこんなピンが跳ねてる。ちょっと嫌な予感すからやろう。さっきからロビーで文字通り遊んでるだけになってるな。文字通りロビーで遊んでるだけだわ。困ったな。ロビーでふらついてるだけの。ダメダメ配信になっちゃってるけど、まあ時間帯が時間帯なのでしょうがないですね。いやここにあるにはあるけど EU って書いてあるんだよね。 EU じゃねー、どうもね。怒られてくるか。レート 2.1K だって言うに違いない。怒られてきます。というわけで1戦目はアラビアになりましたよと。外人ってこういう時に容赦なく完了ボタンを押すんだろうね。削除されたし、やば。後から入った方が優先されるって。おいおいおい、日本人のラーメン屋事情だったら間違いなく暴動が起きるぞ。暴動が。まあそんな現状を伝えました。これが修羅の HD ロビーです。やばいぞやばいぞ。これで AOE が流行るか。こんな実情を見せてこのゲームが流行るか。なんとかゲームにありつかなければいけないというこの焦り、困りましたね。まあやっぱりこういう流れを考えると自動マッチングみたいなのがね、最近のゲームだと主流になってるけど、やっぱりそういう方が、まあなんだろう、各人のコミュニケーション能力問わず
やれるし、いいわな。マッチングはまあ人に任せる、人に任せるとか機械に任せる、この方が結局楽ですよ。半分合成だから結局これターボランダムなんだろう。ターボランダムじゃなきゃまあちょっと面白そうだからやってもいいんだけどね。まああとわざわざこうやってこう毎回毎回ロビーを更新しないといけないっていうのもまあちょっと手間かな。で今ロビーに大体人がどれぐらいいるかっていうのも全く不透明だっていうところもどうなんだろうね。こうゲーム意欲を駆り立てさせてくれてるかって言われるとまあちょっとそこは微妙なのかなって思いますね。でもロビー人数を全部バーってやったらなんだろうね、このゲームの景観みたいなのは崩れるかな。さあロビー画面をうろうろしているだけの配信で15分経過。さあ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 、完全に文字通りロビーで遊んでおります。なんか最近遊牧抑えなくなった。まああるにはあるんだけど、どうもやっぱりあれかね、 5.8 になってから重くなったっていう話をちらほら聞くけど、その通りなのかね。動作が不安定だからこそこう微妙にこうねプレイヤーがついてこない感覚になっちゃってるかな。困りましたね。デスマッチ、デスマッチはやったことないレベルで苦手なんで。アーセン、フォレスト1750プラスあれば面白いけどね。すげえな、1対1に4人も集まってすごい大人気。さすがにちょっと退屈なんで一戦していきます。まあ中の人の動作確認もままならない状態ですからね。マルチプレイヤーゲームに参加しようとしていますで固まったぞ、固まったぞ、動いた。ブラックデアンス、よいしょ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 、まあ、いや。あしゃくつかあしかよかよしゃしゃばんあしゃ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 、もうスタートが良くないな。
さあ、始まりましたよ。よろしくお願いしますよ。キャッチフレーズは本田翼に負けるな。打倒本田翼配信。無理だな。だって本田翼可愛いもん。可愛いね、あの人。なんかやっぱりこれ以上重いのかな。カッコンカッコンしますな。シャリモロネルモロネルシャリシャスバトガヤシェガヤシェ。とりあえず完全にノープランだけどないでしょ。何も決めてねえや。モロネルシャリシャガヤシェ。ノープランおじさんです。いいのと、どうしようかな。死後回りが足らないよ。あー、さあなんか面白いことをしなければと思いつつも、そんななんかこうネタなことをできるゲームでもないしね。あんまりこう面白さっていうのを無理に追求しようとしても、これちょっと遠くねえのし、大丈夫か。多いな多いな。おいや、いいのがいるな。いいけど、セガリア。あーもう、おい設定の問題なのかな。そして気が全然変わらないね。これで何か。民兵やろうっつうの。さすがに遅くね。民兵はちょっと遅いだろう。いいや、やろう。ノープランだからしょう。許してね。許してね。重っ。
全然イーグルが動いてない。ゲームに慣れてないと、まず石膏が動かなくなるんだよね。まあ、特にブランク的なことを言い訳にするとね。さよなら。こういうことが絶対あるんですよ。悲しいね。モロネル。地形があまりに良すぎだな。こもれる場合。うわ、なんでこんなに本格なんだろう。あー、ダブル V しちゃった。よOh my god。 なんか重さを気になって全然集中できない。これはハマったでしょ。お、ゆでりか。何をしてるんだここは。あー、ちょい どうしようかな。血足りると思いたい。これ押せないか。これ多分押せないな。残念ながら押せないね、きっとこれ。あ、皆さん押せないときは躊躇なく肉を買いましょう。押せない、それでも押せない。777、ワオ、37、CPU の使用率がすごいことになってるな。今の時点で 48%。 これは重いわけだな。これはちょっとどうにかしないとな。
あれかい、まあ、録画の解像度落としてもいいわな。ちょっと後で録画の解像度は落とそうかなと思います。あ、間違えた。なんだっけ、ただずっとぐるぐる回ってるだけだよ。さすがにこれちょっと絵的によろしくない、絵的によろしくないまま、この引きこもり状況をずっとお見せしながらのこの展開を。何配信だこれは、進化練習配信か、まあ、許してね。わおうわお、せめて750ぐらい、750にならない、750にならないのでちょっと頑張ります。おおおふふふふ、750にしたい、50にしたい、746。あ、どうしようかな。どうしようか。この塔は地味に届く1、2、3、4、5、6、7、8、9、地味に届かないと思うんだけど、どう、地味に届かないと思いたい。で、あれで石があと4ね、ちゃんと余ってればここで町の中心バシーで建てられたんだけどね。そういうわけにもいかなかったようです。イース、あ、届く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 、わお、いっぱい届く、いっぱい届く、わーい。タラのスキーやり、よいしょ。よいしょ。タラの、よいしょ。なんでこっちに立てた、遅れもよかったんじゃないのか、まあ、なんとなくこっちに立てたかった、なんとなく、よっよっ、まあ、すぐ格差、よっ。暑い、久しぶりに優勝するとすげえ暑くなる。なにーなにすげえアグレッシブだな、マジかマジか、なにーだわ、やりよるね。どうしよう、まあとりあえずこういう時はこう無視して攻めに行くのが王道ですかね。なんでやねん、なんでそこにも立ててくるねん、あ、おめでとう。アウチ、
これちょっと遊んでたらよくないかもね。本当に差がないからね。お願いします。そろそろ大崎に出した方がいいかな。次出した方がいいんだけど、町の中心が回らないんだよ。気がすっげーカツカツ。おーマジかよ。普通にうざったいな、あの子ずーっと粘着されない。おいやいしゃ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 い。どうしよう。でも狙われてるね。これ H2H だから、 H2H って言い方はあれだ、1対1だからいいんだけどさ、チーム戦とかでこういう対応してると基本的にどんどん別の敵が寄ってきて圧死するパターンなんだよね。そういうの良くないんだよ、この対応としては。だからもっとこう、1本目2本目の攻の時点でもうサクッと対応すべきなんですけどね、本当はね。よっこいしょ。大ピンチ。ピョン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 。ピック精度がよろしく。こんにちは。あ、いいね。さあ、追い詰められて大ピンチ。この窮地をどう乗り切るかなどということは別に大したお話ではないんですよ。やっぱりこのゲームの何たるかというのはやっぱり内政ですよね。だからこれをなんだろうね、全く AOE を知らない人が見たときに、押され込まれてるじゃん、やばいじゃんみたいな風に思われるようなゲームになってほしくはないというところですよね。うん、だから絵的に何も変わらないこの状況を、まあ初めての人が見たとして、これは一体何をしている絵なのかっていうのを毎回毎回喋って伝えることができる人が一流の AOE2 実況者なんでしょうね。チンチョンチェンチェンチュンチャン、 Thank you。 何書いてるかわからなかった、ありがとうございます。 Thank you。ジジー？ Oh yeah、ジジー。まだ何にもしてない。抜くってただけ。まあでも伐採潜り込めたのは大きかったっつもあるけどね。ちょっと一回配信切って録画の設定だけちょっと変えますわ。すぐちょっと起動し直しますのでお待ちくださいな。一回ちょっと配信切ります。録画の終了だけすればいいのかな。録画の終了だけして
3000にして、動画の開始。これでいいのかな？多分。ああ、結構 CPU 的には落ち着いてくれましたね。はい。ということです。まあ、とりあえず1戦目終了。丸1、アラビア、ワンバーサスワン、マイアンス、ウィン。だから私は遊牧がしたいんですよ、遊牧が。遊牧をさせてくれませんか？出ないとこうやって、こんなところで、ちまちまやってる意味がないんですよ。私は遊牧がしたいんですよ、遊牧が。というわけで遊牧。いちいちタイトル、Let's Play in the Nomad って書いてあるんだから。ね。お、いい名前ですね。ジンギスカン。モスカウですね。モスカウと言ってみようか。モスクワってどういう字だ。モスカウ、誰か教えてください。モスカウ。モスカウ。モスカウ、こうですね。モスカウ。あれ、タイトル名って何だろう。ジンギスカンのあの目指せモスクワってのは正式名称。目指せモスクワ。目指せモスクワ。しかもあれ、ジンギスカンって、ああ、綴りが違うんだね。B で始まるんだね。G じゃないんだね。モスカウ。モスカウ、モスカウ、夢見るアンディさん。アッサですか、シャーですか。わはははは。埋まった。ありがてえ。ありがてえ。やっと遊牧ができますね。ダミ、おい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 。What's?ハイキングは蹴られる。What's? おい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 。なんかできませんでたよ。なんかさしてくれよ。おーい。おはようございます。ただいま、ハイキングで蹴られて、悲しみに暮れている私です。あー、まあもうしょうがないといえばしょうがないんだけどな。しょうがないといえばしょうがない。最近だろうがなんだろうが、重い時は重いんだけどな、このゲームな。さて、次の
遊牧ではきっと遊ばせてくれるでしょう。そう信じながら飛び込みまする。こういう待ち時間の時にね、なんかいろいろゲームができればいいんだけどね。あいにくまあネットゲーム、パソコンゲームだと、なんだろう、 AOE の傍らでちょいちょいとつまんで遊べるゲームってのは何も持ち合わせてないんですよね、僕は。残念。なので、まあ待ち時間をただひたすらダラダラ待つだけという感じになりますが、はい。まあ軽くラジオの裏話的なことをするんであればですよ。裏話？ご希望の方はって書いてあるけどね。まあそうですね、ラジオに関しては、例えば昨日みたいなやらせてもらったああいうお勉強ラジオ的な内容ね、実際に、何も考えずにゲームに反映させられるかどうかっていうのは、やっぱそれこそ、もうすごい時間を積み重ねてやるしかないですね。で、最初のうちはもうそれこそ意識をしてああいうことに取り組まなきゃいけない。例えば建物の点灯時間に最低でも18秒かけなきゃいけないっていう、あの感覚ね、18秒という感覚を、まあ画面を見ながらじっくり 1,2,3,4,5 ってじっくり数えながら建物の点灯がされるのを待つのは当然楽なんですけど、実際はそれ以外にもやんなきゃいけないことは山積みなのがエイジオブエンパイア。18秒間っていう感覚を、まあ、体でこう感じる、まあ、染み込ませるためにはやはりそれこそゲーム時間をひたすら費やすしかないんですな。まあそもそもそういうゲーム展開がやってくるかどうかっていうところも問題ですからね。だからもし贖い付きの聖職者を使って練習がしたいっていう人は、個人的にはどちらかといえばアラビアよりも遊牧の方が出番があると思ってますね。遊牧の方が、まあ、敵と密接してかつ、城主に上がっているシチュエーションっていうのは多いですからね。はい、そんな具合でございますよ。おお、だね。No problem. そして埋まらない全体のゲームの回転数が悪いからっつうのもあるでしょうけど、待つしかないですね。待つしかないです。まあ、とこうやって今日ダラダラと配信している、配信
ゲームの配信をするのとしないとの差は、まあ現状は、ラジオの準備の兼ね合いもあるので、ラジオの準備が全くこう、進まない場合、ネタが決まってるけど全然こう準備に時間を割かなきゃいけない、今週は忙しいとかそういうのがあると基本的にやっぱ配信はできないですね。逆に、今日配信ができている理由は、次の放送ネタ自体は決まってます。で、まあ大体何を作業として取り組んだらいいかっていうのも大体見通しが立っているんで、今日はダラダラ配信はできますよという感じでございます。はい、まあ、あとはまあそうだな、ネタ探しのために結局ゲームをしに行かなければっていうのもありますけどね、やっぱりどうしても全くゲームに触れずに、ゲームのネタの内容を探しに行く、披露しに行くっていうのはもうちょっと無理があるんでね、どうしてもね。まあそれはどうやったって、ゲームは多少はしなきゃいけないでしょうっていうのはありますね。であとは何だろうな、まあすごいこれは完全に偏見ですけど、アラビアに関しては割と出尽くした感はどうしても否めないと思ってますね。うん、もしくはまあ僕が語らずして大丈夫だと思う内容ばかりになってしまうってのはありますね。だからまあアラビアだけではどうしてもカバーしきれない、部分をまあ少しずつ攻めていこうかなみたいな、そんなちょっとハイエナ的感覚で、今回のこの Let's Play in the Nomad 配信となっておりますね。お任せ、お任せって、お任せ、お任せ、レッツプレイお任せ。ちょっとさすがに暑いな、ちょっとエアコンつけてきます。暑いさすがはい、まあ暑いこと自体は別に文句はないんですけど、まあなんていうかね、自分の汗でマイクが壊れたくない、壊れてほしくないっていうのはありますね。まだ1本目のコンデンサーマイクなんで、どういうタイミングでどんな壊れ方をするかっていうのは僕の中では未経験ですけど、まあやっぱりコンデンサーマイク性質上湿気に弱いんでね、湿気に弱いというものに対して、まあその目の前で汗だらだらやりながら配信するのはいかがなものかと思いますからね。はい、というのはありますわ。はい、というわけで粘りに粘ってやっと今日遊牧が一発目できそうです。まあホストとのピンがちょっと重いっていうのも気になりますが、どうなることやらですね。うん、サムよ、グッド、グッド、オッケー、レッツゴー。わお、サムのピンが、サムのピンが R になってるけど大丈夫かなこれ。重そうな気がするけど、やります。スラブ、スラブエモン、スラブー、わーい、いいの発見。ここしかないじゃん。ここしかないっていうところを見つけましたね。重い、サム、サム重いよ。サム、サム、重いよ。
動かない動かない。わーっとわーっと。さあまったり眺めよう。スラブか、何やろうかな。石がある。まあ定石でやるなら当然まあ早めに進化できるわな、機能があれば。からの火炎が冷戦っちゅうのはありますけど、城がある、城があると来ましたか、城があると来ましたか。ブーム、城が、城があるね、城があるね。まあまあまあ、レッド、いいよ。熱い熱い熱い。よっよっ。何？はい？ What？ What？ Oh. My sheep. My sheep. Yep.ちょっと港が4の位置になったな。よろしくないかもね。まあちょっと微妙な位置だけど許してね。この港の位置はあんまり良くないかもしれない。結構なんか中央の海面積が広いかな、これは。よいしょよいしょ、操作が追いつかないっしょ。これがやっぱり久しぶりパワーってやつですね。あれ、ちょっと。さあ金がないですな。金金金金がないといけませんね。金がないのでひたすら探索しますよ。金がなければ食料もないんですよね。
何も食料ねえな。割もうしたね。そしてここ魚切れたらどうすんじゃい。いやーちょっとこれは進化がきついんじゃなかろうか。よろしくないんじゃなかろうか。これはおいいのがあけどどうしよう。And full water. I'm here. Oh yeah. Oh yeah. Good work.よいしょ。肉が回らない、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 助けて。一撃で死ぬ。あと一撃、あと一撃、あと一撃ってところで固まる。よいしょい。さあ全然進化できねえや。どうしよう。地味地味配信。そろそろしたいな。この意の変える頃には押せるよね。押せると思いたい。よっ。押せてっていうか押せて。でないとさすがにね、もう遅すぎるわな。マジか。近かったな。こう食らうのが落ちたな。エロンもうマジお隣さんやんけ。色上手ね、領主院か。とりあえず
E 取りすぎたら金融とかしようか。なにーなにー、やだねー、なにー、やっちまったな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 ー、うっそったりマジかよ、おいおいおい、こんな突っ込ませる必要も特にはないんだけどさ、まあいいや、の金なんですけどね、そこ、下手こいたね、とりあえず進化しよう、白が正義かな。どないしましょう。で、ストーが抑えられている。味方、白が。渡り歩いている、援護行かなきゃいけないけど、俺は兵出せないんだよね、このままだと。赤が完全に進化遅れて死にそう、オレンジが点数4秒だけど、死対策ね、死対策しないとダメ、そうきた、そういう展開でございますな。さあどうする、ぼやるしかないか、ぼやるか、これはぼやっちゃう、しっかりとかぶられてるな、金がね、とりあえずないのがちょっとつらたんかな、金がないことをどう対処するかだな、ここに金があればいいんだけど、アイニードヘルプ、どうしようかな、考えると、まあとりあえず石を打ってなんとかします。おはようございます、おはようございます、よろしくお願いします。今日もなぜか敵と近い遊牧配信です。ありました、ありましたよ、とりあえずこっそりと当てましょうか、こっそり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 いきます。なんじゃこいつ、なんじゃこいつ、へい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 、へいへい、あれ何
なんで AI さん、えい、何もないのよろしくない。 Oh my god、 Oops。 何、なんか来た、やり、よいしょ、おい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 、もうノイツノイツ許そう、これどうしよう、すごい地味すぎる展開だな。いやー、そうきったかよっしゃいよっしゃいよっしゃい、内省するだけのゲームになりそうです。どうしよう、味方の援護もままならんでいいですね。どうしよっかな、本当に何もないのか困りましたね。スペイン、おい、ウェイ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 、小田さん、きっかけでバイパー動画よく見てます、ありがとうございます。バイパーも喜んでるでしょう。バイパーのすごいとかやっぱり連戦するところだね。なんであんなにこう連戦するんだろうね。だから多分まあ僕で言えばこの1ゲームをするだけで結構な労力を使うんで、はぁーってやっぱすごいなるわけですよね、ゲームに対して。何やだね、食べ物をくれないか、ピアスするべきだった。どうしようかな、困ったね、非常に困ったよ。結局内政しかしないゲームになっちゃった。懐かしいゲームだ、ありがとうございます。懐かしいゲームだけどみんな大好きゲームですよ。城立ったのはいいけどどうしようかね、本当。いやマジで金がないのがつらい、俺はマジでつらいよ、つらつらですよ。金がないことをどう対処すべきか、そもそも城の位置が良くなかったって言われればそれまでかもしれんけど、味方のところまで取りに行く、とりあえずこれこれ、ワッツ、オーバーピンクピンク、わーいわーいわーい、ヘルプミー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 、コンキスタドロパック、イエス。さあどうする、さあどうする、抜くるだけ抜くって何もしないっていうパターンで味方を死なしたら本当に非難合合なんでね。さあどうする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 、あなたならどうする、いやーいやーいやー、これはちょっと良くないんじゃないの、
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。大胆だなこのやつ。腹立つ。やっぱこれ攻め側がやっぱ有利ですよね。こういう考えに関してはプリ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 。だんだん辛くなってきましたね。さあどうしよう、さあどうしよう。面白ばっかりなのこれ。わーい、わーい。これはちょっと良くないね。どうしよう。苦しいです、非常に苦しい。僕はどうすればいいんだ。僕の生きる道はどこ。ホンキホンキホンキ。プレステウスっていうか投資車探していない。よいしょ。さあデッド、いやーん、いやーん、いやーん、時間来ないで。やめて、やめてよしてやめてよしこ。よいしょ。おお、かいくぐってきたよ、かいくぐってきたよ、かいくぐってきたよ。金がないということがどれだけ辛いか。辛いよ、金がなくて辛いよ。つらいよー。 Oh my god、 わしの貯めていた阿城寿司が、阿城寿司が大変なことにやってる。さあこの辺から領土問題が発生してきたよ。畑が晴れないよみたいなね、こういう問題が発生しております。さあどうする、さあどうする、どうする。いやーちょっと待って、ラグい、ラグい、ラグい。なんで CPU の使用率が 60% 超えてんのこれ。いやー助けてー、助けてー、抜かれるー。エイジオブキングスのキャンペーンは基本的に人口の制限が非常にきついんでね、あのキャンペーンは非常に、あの当時の難易度としては高いと思いますね。難易度が高くてしかも時間がかかってしまうっていうところが、まあ昔のゲームバランスならではかもしれないけど大変だったよね。あれを昔はこれが当たり前なんだと思いながらやっていたというところは、結構みんな当時の人はすごいよく頑張ってたなと思いますね。僕も当時の人間ですけど。いやーい、いや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 。さあってどうしようか。人口250ゲーかいな。わーい、人口が溢れてくる。
溢れてくる、溢れる人口。よっこいしょ。いやー、三平も出したいか。三平出したいけどスラブな、微妙っすよな。さあどうする、あなたなら。とりあえずパンチしよう。つけばお約束展開かい、これは。やりつつないとダメだ。ちょい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 、やりやりやりがあった方がやりやすい。ラーメンがやられていく。体勢ができる場所がない。内政チークレイ、内政チークレイ、ギブミー内政チ、ギブミー内政チ、ギブミー内政チ。いやー、ちょっと待って、そこくぐられるパティーンじゃないの。よいしょ、とりあえずよし。あー、くぐられた、くぐられたパティーンだったよ。やっぱりエッチ。さあどうしましょう。狭いところに流れてもかなわない。あー、やすい、よいしょ。なんとか冷静さを取り戻している私でございますが、放棄されちゃったーい、放棄されちゃったーい。まあちょっと遅すぎたね、さすがに、ね、申し訳ないね。これは完全に先般超えたかね。しょうがないね。よいしょ。これダメだ、これ当てちゃいけないやつだ。逃げろん。いや本当に金がなくて、うわー、行っちゃダメー、行っちゃダメー。ナイストライパート。アイムドン。GG でいいですよ。申し訳ないね。やらかしたーんが、やらかした、やらかしたんじゃないんだよな。きっともう完全にプランニングが良くなかったね。親父。
ぱり、まあ、向こうのプレッシャーのかけ方が良かったというよりは、まあ何もせずに兵を出さずに抜くっていう行為は、まあ、こういうやっぱ単体のユニットが強いスペインみたいなところにはよろしくなかったかもね。まあ、スペインと最初気づいてなかったっつも申し訳ないけど、という感じでございました。悲しい敗戦となりましたよ。領主進化16分な。ラッティー。ちょっとまた録画を、設定がね、どうもね、うまくいかないね、これ。なんだろうね。録画のビットレート、何メガ BPS。デリーファーストでしょうか。やっぱ録画に相当、なんだろう、CPU を食ってるなーっていう感じはしますね。やっぱこの辺も抑えていかないとな。てかどうせね、YouTube なんだから、どうせ配信されんだし。アジアピング、アジアピングのノーマットだって、やるしかないじゃん。邪魔します。邪魔します。というわけで、戦績。丸に、ノーマット、4vs4。スラブルーツ、負けてしまった。コメントのところをいただいてありがとうございます。コメントでもしあれだなと思ったのは、まあ意図しないところかもしんないけど、バイパーはよくキャンペーンとかの動画もしっかり上げてね、やっぱ出してるかなって思いますね。なんだろう、あのバイパーチャンネルからの意気込みってのは、なんかこう予備知識がなくても楽しんでもらえるような配信はどうなんだろうなっていうのをやっぱ一生懸命考えてる感はありますね。まあその一環でのハウツーだったり、キャンペーンをバイパーなりに攻略している動画上げたりとか、まあそういうのやってるかなっていうふうには思いますね。非常にいいことだと思います。うん、まあそれでいて世界最強の実力だというところも合わせるとね、まあやっぱ取り組み方がすごいですね。でいつものゲームはもうひたすら連戦じゃないですか。まあそう考えるとやっぱ見応えはありますわな。バイパーを真似してプレイしたい、うまくいかない、なぜか。もう僕はね、あやつは圧倒的に、なんだろう、マウスとキーボードのね、もう速さが違うと思ってます。とりあえずキーボードを打たしたらあまりにも速すぎる。多分常人の 1.5 倍は速いと思います。常人っていうか、まあ僕基準で言うなら、まあ僕の 1.5 倍か2倍は速い気がします。頭おかしいタイピングですね。まあマウスも正確ですね。やっぱりあれだけ高速に動いてるマウスで正確にパッパッパーってやって、やってますからね。僕の場合だったら、例えば家を1個建てるにしても、その1つの家をバシッて決めるまでに、仮の予定地に1回ポンって置いてから実際に建てるまでの微妙なねタイムラグがありますからね。 0.12 秒か分かんないけど、そこをバシッてやっぱ決めるところは操作量の正確さがなせる技なんでしょうね。というわけで埋まり申した、やりましょう。よろしくお願いします。モンゴル。オーマイモン。ふざけてふざけちった。
ミヤもここで。わしはここにするよ。モンゴルといえばね、やっぱり昔からやってる人は大好き文明かなと思いますね。石膏の視界が広がる、そして、鹿とかイノシシの食料を取りやすい、進化がしやすい、初心者にうってつけ、その割に帝王のあのマングダイが強い、もうどこを取ってもありがとうモンゴルみたいな、そんな文明だとは思いますね。まあ昔も僕はそういうイメージでやってましたよ。ただやっぱ今は、そのマングダイが、特に帝王で弱体化を食らっているんで、しかも、暗黒の内政については特にこう洗練されてなかった時代はモンゴルのボーナスは際立ってたんですけど、まあ洗練されてきた今だと、まあモンゴルのボーナスもマップによりけりっていうところはありますね。まあ鹿やイノシシが多いマップは依然モンゴルは強いんですけど、まあそうじゃないところだと、まあさして変わりはないというのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、まあどうなんでしょうねって感じですね。ぶっちゃべってる間にぶっ飛んだわ。はい、よく終了。残念、モンゴルはなくなりました。メガランダム、メガランダムもちょっと惹かれるものはありますね。おお、人足マン、人足の練習非常にいい姿勢ですね。練習して皆からの指示を仰いでどうした方がいいか、これぞエイジオブエンパイアって感じがしますね。というわけで、ちゅうわけで私は、おい、メガランダムに入ったら削除されたぞ、入れさせてくれよ、バーッとバーッとだけ打たして、バーッとバーッと、なんでやねん、どうかな、押し直しの遊牧に乗り込むしかないね。一瞬で弾かれますからね。はい、陰に厳しい外人ですね。ベアジさてと、気を取り直して始まるかどうかはさておきですが、はい、タイトルノーマットと打ち込んどいて、ノーマットがまだ全然やれてないというね。まあとりあえずさっきの反省を生かすなら、抜くってはいけないね、抜くってはいけない、抜くらないようにうまく立ち回りたいね。全然読めねえ、全然読めない中にこうアルファベットがちょこんと1個出てると和みますね。
方便当为我我都得都都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 都全然関係ないですけど、僕大学では第二外国語っていうのは履修してなかったんですよね。履修しなくてもいい大学だったんですよね。あんまないんだよね。第二外国語って基本的に履修しないといけない大学の方が基本的に多かったかなと思うんですけどね。僕は第二外国語っていうのは履修してなかったですね。周りを聞いてみると、まあ例えば両親はどうだったのかな。母親はスペイン語を履修していたとは言ってるけど、最近、職場に大学卒業したばかりみたいな人がいて、その人新卒さんから聞くと、何履修したっつかな、韓国語だったかな。で韓国語なんでってなったら韓国に旅行行きたいからですねみたいな、まあありふれたコメントをしてましたね。うん。第二外国語はね、やってはなかったけど、まあ、なんだろうな。その代わり、なぜか、古典?中国の古典みたいなのなんかやってたかな。うん。選択科目的なので。やってた記憶がありますね。もう10年前の話なんで、もう全然覚えてないです。いや全然興味がない話ですよ。僕は理系なんでね。うん、文系のそういう中国の古典だとか歴史だとかなんとかいうのには、残念ながら全く興味がなかった。10年前だから、いや多分まあ僕のラジオアーカイブで上げているラジオを全部一通り見たら、大体どこぐらいの年齢かっていうのはほぼバシッと、プラマイ2ぐらいで定めることはできると思いますよ。まあ、具体的な年齢をバシッと言った覚えはないですけどね。生年月日も言った覚えはないですけど、バシッと。あなたおいくつみたいなのは、まあ、ラジオを遡れば、おのずと分かる内容ですよというラジオの露骨な宣伝でした。ふぅ。というわけで、何やら、レートの低いお方がさっきから、ロビーでお邪魔をしておりますけど、やるの?じゃあ冗談でしょ。冗談きつくない?蹴られた。まあ悲しいけどしょうがないね。部屋のタイトルがそう書いてあるんだからしょうがないね。というわけであと1です。ああ、さっきからずっとコーヒーは飲んでるんですけど、コーヒー飲んでても口の中がマロンクリーム臭いですね。今日朝ごはんはマロンクリームなんちゃらパンっていうのを1個だけ食べました。まあ栗が美味しい季節ですからね。うん、どこ買い物に行ってもやっぱりクリフェア的なねのが多いですね。というわけで始まりました。トルコですね。やりやっしゃう BGM。 おちょいちょいちょい、はい、
Evet, tamam. Yaparım, 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 yaparım. Evet, tamam. Yaparım. Şovarek. Hoş geldin. さっさと決めたい。やっぱりいろいろ諸説ありますが、私はさっさと TC 決めたい派です。みーまいしー、おい近いぞ、黄色近いぞ、銀みまいしー、まいしー。今回はまあ部屋のタイトルでもありましたけど、アジアピンだったので、一番高くても大体200ぐらいの人だったかな。まあでも重いですね。重い、寺重い。まあこの辺はね、しょうがないね。動作環境みたいなところはね。なんか今チラッと見えた。青。味方か。黄色の D がここ。この黄色がね、まあ、まあまあ、強い人ですね。遊牧では、僕は何度か見かけている人なんですけど、強い人ですね。だから、まあ、黄色がここにいるとは言ってたので、例えばこのイノシシを強奪するような邪魔をしてはいけないという感じですね。ウーボアーズ。やだね。やっぱりウスステこういうの教えてあげて、あなたは頑張ってください、代わりに僕は引きこもりますよ的なね、そういうノリでいきましょう。あイノシシさんがいるじゃないですか。やっぱりほーいゲッチュー。やっぱりやっぱりやっぱりどうトルコね、トルコね、とりあえずトルコです。でどうしよっかな、ここら辺に上ね、上ら辺に敵がいなければ一番いいんですけど、何ですかその青のフレアは。マイドック、じゃあ俺のドックはどこに行けばいいんやん。ドキー、あー、ムーブノース。おお。戦略的ですね。じゃあ私の D はここにしますわ。よっこいしょ。はい。やめちくりー。オーマイガーマジかよーい、オーマイガー、オーマイガー、これは手痛い、痛すぎる、オーマイガー、困ったね、非常に困ったね。さあどうしよう。ヘローヘロー、どこに港があるっつったっけ。てか港が建てらんなくなった、港が建てらんなくなっちゃった。 Oh my god, oh my god, oh my god。食らいやがれ、よし Take this one、 もらってるの、よし、羊や、羊をください。
私は羊も欲しいですよ。ヤパルヤパルドロドロヘイヘイ、まあ、すげえ優しいな、この怪人は。ドロドロドロヤパルヤパル、すげえ優しい、温かみを感じます。あ、オッケー、一匹もらおうかな。もう一匹もらおうかな。あー、反対側もあるのね、これ。ローマットでトラスさんを倒して、倒すとかそういうとこあんまりやっぱ興味がなくてね、僕。基本的にやっぱりまずはゲームを楽しめるかどうかのところが大事であって、その次に何だろう、まあゲームの感想戦っていうのがやっぱ僕好きなタイプなんで、ゲームの感想戦がしたいんですよ。ゲームの感想戦がしたいと言ってるのに、なぜこういうね、外人のラゲーをしてるかって言われるとちょっと矛盾が生じますけどね。アウチ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 、あれあれあれ、ちょい危ねえ、よい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 、もうぐったぐただな。大丈夫かこれ。全く進化できる気配がないんだけど。さあどうしよう。ヤパルウスタウスタ、ヤパルウスタウスタよっ、タマンオドンジュウスタ、ヤパルウスタ、いや壊れてる。ドーマドーマウスタ、どうしましょうかね。アブジュ、ひたすらちょっとこれはどうしたらいいか分からん、分からん風味になってきたよ。ヤパルヤパルタマン、こんな風になってる。あー結構閉じられてるわこれ。いやーこれ結構もしかしたらおめえの先と先ねえからみたいな、そういうパティになってる可能性が非常に高いですね。これこれ多分ここら辺多分サクられてますね。ほらね、おめえの先と先ねえからみたいな、やってますね。つらつら、困ったねえ、困り申したね。つらつらつら。石があればいいんだけどな。よね。資源も何もないんだけど。タタン。敵ですじゃない、敵じゃない、これ、ここは黄色です、味方です。ここは敵、ここは敵。あれは敵、倒すべき敵。羊もらっていいですか、羊もらっていいですか。ダメっぽいね、あげます、すいません。ああもうしょうがない、どうしよう。いやーなんでこうなるの、どうしよう、マジでどうしよう。よ、進化できないよこれ。進化はできないし、完全に素人進化。
なるべくこっち側に、こっち側に畑、こっち側に畑、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 畑はぁちょっと頼むわ黄色ちゃん、黄色ちゃんに全てを託すわ。俺はもうダメだ。あとは頼むわ。俺は進化できねえ、俺は進化できねえ、あと頼むだ。進化したところでな、違うんだよな。うん、だな。エベッ、ウスタ。まあなんか水色の進化はどうやら遅れてるようです。エベッ。しなくていいかな。ウスタ。敵を発見。ヒロちゃんは結構釣りしてます。ヒロちゃん僕の友達です。一方的に友達になりました。多分めっちゃチャットしてくれるいい人だね。やっぱ外人もね、そういう人もいるから全然外人のラゲーも悪くはないなと思いますね。だから結局英語を喋れない日本人が結局良くないだけなんですよ。だからもっと英語を勉強したいんですけどね。結局勉強するというモチベーションは今のところこのエイジオブエンパイアにしか僕はないんですよね。うー、残念。さて、非常に非常にですけど、土地がなくてつらい、土地がなくてつらい問題。このままだと市場を建てるっていうところまではいいんだけど、ここしかないかな。ここに市場を建てのぐらいしかないんだよね。結局ここら辺に建てようとすると漏れなく陣地の奪い合いをするだけでよろしくないんだよね。騎士やるか、騎士やるか、騎士やるかとひらめくのがちょっと遅かった。まあいいや、そんなに支障はない。まあそれは HD のロビーの性質上しょうがないですよね。うん、ゲームから離れたらもうその人と交流はできないですからね。まあしょうがない、その辺はね。まあたくさんゲームしたいからすぐ落ちたいと思う人もいるでしょうし、まあその辺は人それぞれかと思います。うん、まあでも申し訳ないけど、じゃあ日本人が与え合ってるかって言われると、あんまりそういうイメージがないんですよね。半々ですね。個人的には、まあ言い方ですけど、ランクの低いゲームほど与え合ってるかな。うん。やっぱり向上心がある人は、結構その辺にしっかりと取り組んでるかなと思いますね。というわけで僕は騎士をします。このままだと何もできないや。こんな感じのマップでしたね。いやー紫、赤、これは大変ですな。黄色が上司上がった。スラブ騎士、ダブル騎士ですね。かぶりましたね。とりあえず石が欲しい、石が欲しいにあたってここか。ただ黄色も石がどうやらないようなんで、これはどうした方がいいのかって感じですね。あと僕自身内政拡大をする領域があまりにもなさすぎるんですよね。つまりどうすべきか、答えは決まりました。予定変更、プランニングチェンジっていうのはやめとこ。アイゴーマンゴーネルアンドマンク 2T でいきましょう。レッツゴー。
まあ一応馬小屋当たっちゃったから馬小屋はやるけどね。結局領地問題を解決しないことには、おーいおーいおーい、先手打たれた、先手打たれた、腹立つ、許さんわあいつ。腹立たし、しばく腹立つ。ああ、そして何もできない何もできない、何もできない、空手空手空手、木が欲しい、木が欲しい。そう、こういう狭い中でもね、生きていかなきゃいけないんですよ。ちょっと金分けて、ちょっと金分けなさいよ、よこしなさいよ。ちょっとぐらいだろ、ちょっとぐらい、先っちょだけくれよ、先っちょだけ、先っちょだけ、先っちょだけ。金金し、して、いや、とりあえず、とりあえず、別号出張。でだ。あ、あのね、囲ってんのか、これ。あ、いいっす。人に詰めますか、じゃあ。とりあえずね、そこの、そうだけども、解決したいんだよね。どないしょうかねーよ。とりあえずよ、宝石は生産し続ける。そう、ライアーだ、あ、ライアーだ、これはえぐいわね。幼稚問題が全然解決しないよ。さあ行きましょう。オッケーでーす。あらら。おいやす。おいやす、おいやす、こっから行きます。おいやす、レッツゴー。ロボット。漁船が働かない。漁船が働かない。Yes、Yes、Yes。食べ物をくれないか、火をくれないか。あっという間にセントですね。だからこの辺は詰めてみるもんですね。とりあえずは。で、詰めた後で何をするかですよね。いやー、もうこれはしょうがない。もうこれは僕はもう漁船がいいや。どうでもいい。で、とりあえず竹を今クラウンドとか、よいしょ、間違えた、このゲームね、喧嘩しても何もいいことないからね。とりあえずね、まずは自分のやれることをやるだけです。そう、そういうプレイスタイルの方が結局自分も味方も疲れない。はっきり言ってこのゲーム、他人に怒ってる暇あったら自分をなんとかせいという理屈の方が絶対うまくいくと思ってますと僕は若い頃に気づきました。だからつまり若い頃の僕はクソだったんですね。というわけで、どうしよう、適当に
攻めては見ているものの、なんかすげえ金取りすぎ傾向になったね。大丈夫これ。金いらねえよこんな。石が欲しいんだよ。とにかく石が。So many monk。転校された今。今一瞬転校された音がしたけど。What?困ったね。さっきからずっと困ってばっかだね。具体的な解決策が見えてるわ。ウォール。おう、おう、シート。おう、シート。おう、シート。ヘロー。ヘローメン、ヘローメン、オーケー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 。木が、木が、やばいことになってるぞ。かといって内政地が、内政地、内政地問題をどうにかしたい。高齢者問題、内政地問題、なんとかしたい。36分平穏予定。ちょっと遅いね。致し方ないけど、本当にだから領地が狭すぎるんですよ。なんなのこれ。もう日本の住宅事情と全く変わらんじゃないですか。いやー、沿岸に建てられない。怖い。なーに、ユーソーイーグルウォリアー。どうしよう。とりあえずすぐ家が欲しい。くっそー。いやー、それはちょっと待ってー、それはちょっと待ってー、それはちょっと待ってー。この侵入は良くないんじゃないの。おお、すげえなあれ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、おら、よいしょ、よいしょ、おら、よいしょ。ついでに、ついでにファイヤー。ああ、呼びられた。最悪。よいしょ。次どこ忘れてるんですか。ファック。かわいそうだな。申し訳ないけど、かわいそうだな。なんとかしてあげたい、なんとかしてあげたいって思いはあるんだけど、ただ土地が狭い。ここもどうすることもできない。土地が狭い問題なんですよ。本当に土地が狭い。待って、待って、それはちょっと待って、待って、のよしこちゃんよ。
어둠주 안제 뭐 수다 그래 어둠주 石がなくなった石がなくなった。さあどこに城を建てよう。城を建て問題もすげえ問題。お邪魔しますめっちゃ邪魔くせえところに仕掛けていきました。でどうする。人口が中かな。いやもうほんとするよりもこの領土問題をどうにかしたい。領土問題をどうにかしたい。で味方がスラブだからハサーが頭打ちになるでしょう。ということで後半はザ・ユミキヒでいきます。トルコでねユミキヒを使わない人はなんじゃらこいですよ。トルコこそ弓騎兵をガンガン使ってってほしい文明だと僕は思ってますけどね。まだ何にも準備してないけどね。トルコ、ああ重い。なんで CPU 使用率がこんな高いのさ。はい。うお、めっちゃ転倒されてる。やば。さあどうしよう。さあどうする。基本的にかなり迷ってる。この宝石弱いんだよな。しょうがないよこればっかりは。とりあえずごまかしのハサーはひたすら流すわ。なう生産でいいよ。さあこういう時に英語力がないのはね、とっさの言葉が出る。どうしよう。よろしくないか。はい、ファースト。これ何？全部固められてるのもしかして。これはつまりですね、この家を先に殴った方がいいんじゃないかと僕は思いますよ。くと円筒叩けるこれですよ。私あくまで冷静。これない、閉じられてる。解除して、ゲートオープン。いやー、マジャルユニティフィー来ちゃったよ。てか全然なんか襲ってる雰囲気がしないんですけど、なんだろう。ちょっとラクラの方がいいんだよ。
なんか地味なタイミングが来ましたよ、そろそろ。困ったな、えらい困りましたね。これで鉱石がやられたかしら。資源はまだ全然足らないんですよ、ね。うっそうだね、確かに。申し訳ないね。何度か軍を貯めていきたい。何度か軍を貯めていきたい。カモンカモンカモン。カモンカモン。停止になったぞ。うまくいかない。非常にうまくいかない。劣勢。確か紫がマヤだった気がするから、イーグルがやばい。で、赤がマジャール、オレンジがポルトガルだったかな。正解。ざっと見てる感じだと、結局この黄色が内政地狭すぎ問題が結局波及しているっていう感じですよね。だからとりあえず僕の初手の水色潰しまでは良かったんですよね。だから領土を広げないことには内政も広げられない。とりわけ僕の初期陣地は森がかなり厚かったんで、ああでもしなければ絶対に進化はできなかったでしょう。はい、いいよ。で、ここからの点数の伸びをどう頑張らなきゃいけないってなると、はい、3500、やべえな。よし、やるか。早く始めろよ。いいよ。まあとりあえずちょっと本当の出番はごめんなのと、ちょっと兵を蓄えないといけないんで、ちょっと一回引きますわ。私はちょっと引きますよ。で、おお、あそこをどうにかしたいんやね。ラクダがやべえな。でもラクダが、ラクダじゃねえや、じいちゃんがやべえな。あのじいちゃんの大軍がよ、じいちゃんの大軍どうにかしねえことにはな。ちょっとそこもうまくいかないと、積みかねないですね。金金金金金あった。目いっぱいちょっとできる限り兵を貯めたいとね。ちょっと G を一気に完封できるだけの能力が欲しいね。という感じですよ。砲台までやってきたか。絶対ね。さあ絶対絶命ですよ。ここをどうにかできなければ漏れなく進みますね。行くしかねえな。行こう。レッツゴー。富田かけて。ちょっとまずはちょっとそのじいちゃんをどうにかしたい。じいちゃんやばい。じいちゃんがやばい。家ミス。はい、天候ご苦労さん。行ってきます。ここがチャンス。ここしかない。お願い。お願い。
ここで勝って、ここで勝ってくんなきゃ、私何も未来がないの。お願い勝って。やったか、やったか満載じゃないですかね、これ。やったか満載。やったか満載だけど、やられてる感も満載。反撃できたぐらいか。ちょっとこれは黄色を犠牲にしてやったー。何度も考えるとちょっと成果は乏しいかな、乏しいな成果は。苦しい苦しいよ、成果が乏しい。マジアルハサーが8を送ってる。これはちょっとダメージ痛いんですよ。やめてよしこちゃん。ついね、ついね、ついね。どうした？ついね。レズきついってよ。きつい。Sorry, man. Too late. また負けてしまうんかい。一応ね、ヒロ頑張ってんだけどね、ヒロじゃねえ、ヒロと白か。展開になるかって、いやん、固定しないで、固定しないで、帰らして帰らして、あげてあげてあげてくれあげてくれあげてくれ、早く早く開けて、あーよく、あーよく、戦闘できたかな。であと人口がね250ゲーだからね、こればっかりは最後どうしようもないんですよね。50の裁判か。勝つる、最後に勝つる。ありがとうございます。最後に勝りましょう。諦めてはいけないですね。最後に勝つる、最後に勝つる、最後に勝つるよ。 GG 確かにノールームだね。はい、最後に負ける。くっそー、あーもう負ける。オレンジのまあその陣取りの粘り具合がやっぱ良かったから、結局のところ人口過密問題その名の通りのところを解決できなかったのが大変よろしくなかったですね。
だから初手の展開、水色を落としたというところまでは良かったけど、あの勢いがそのままオレンジにつなげるように行くべきだったんですよね。だから水色を落として満足していたというあの流れがよろしくなかった。最初からオレンジを見据えた流れをちゃんと考える必要があった。にしてもね、やっぱりこの真ん中池、遊牧にたまに発生するんだけど、これやられるとね、やっぱ陸地きついよね。うん、発生するときと発生しないときなんだけど、今回はまあ陸地大問題マップだったと言わざるを得ない。まあそれは言い訳にしか過ぎない。これはまあちょっと不甲斐なかったね。不甲斐なかった。そうだね、やっぱ黄色がオレンジとすごい頑張ってたんだね。だから帝王がちょっと遅かったんだね。だから黄色がもうちょっと帝王に早くなっていれば、全然展開は違ったんで、ここを支えてあげるべきでしたね。あんだけこっちがその内政展開を優先して、領地をぶんどっていたのに、あのざまではちょっとよろしくなかった。足らんかった。くー、残念残念無念。また来週。さあ、ネクスト遊牧が押されてますけど、ネクスト遊牧とりあえず入るだけ入っとこう。勝てないね。しかし、なんだっけ、文明取ると、ルーツ、あー悔しい。あ、ちょっと人口250で設定してると大きいかな。やっぱ一旦あれ劣勢になると、もうひたすら領地と軍隊で一方的に支配されていくだけになっちゃうんでね。あれを劣勢跳ね返そうと思ったら、前提で向こうのあちらさんの人口も少なくなってもらわんことには困りますねっていう感じにはなりますな。つらい、つらたんです、つらいです。初心者さんほとんどいない。まあそうだよね。結局そこが20年来からやっているゲームの慣れの果てと言い方はあれだけどね、しょうがないところはあるよね。しょうがない。おっと、日本人芸の方ではかの大まさしナッツエレガント配信が始まったようですね。やっぱ昨日じっくり久しぶりにまさしさんの配信を見させてもらったんですけど、面白いんですよね。やっぱり掛け合いがね、掛け合いが、まあ、あと本人がどう思っていらっしゃるかはあれだけど、なんかこう大人じゃない煽り、あれで参加者がまあこう尖った雰囲気はならずに、あくまで和気あいあいというところからは逸脱しない、あの雰囲気はやっぱすごい絶妙な、まさしさんのトーク力がなせる技だとは思いますね。すごいと思います。というわけでこちらも埋まりました。なんかレートが似通ったような人ばっかりになりましたね。勝ちたい。1回ぐらい勝ちたい。バグ、
金がちょっと飛びすぎだな。安定していない感じがしますな。よし、ちゅうわけでやりますよ。よっよっ。Let's play in the Nomad の名に恥じないいいゲームができるといいですね。 What?わーっと。という時に催す人は、あれ、催したどころかいなくなったぞ。わーっと。戻ってきた。いいでしょう。グッドラック。Yes。マヤですね。勝ちですね。マヤは強い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 。ブラグにならないといいが、そもそもゲームが動いて。マジかよ、動いて動いて。マヤで負けたくない。マヤなら勝ちたい。お願い、初期位置が決まらない。お願い、初期位置が決まらない。マヤで初期位置決まらないのはちょっと待って、落ち着いて待って。なんで気がないの。気がない気がない。気がった、よかった。イエスマン、イエスマン。まあちょっと時間はかかったけど、悪くない場所を選択しました。海もこっち見えてるしね。で、多分だけど、これ、ここら辺で陸途切れてるような気がする。陸?海か。海が途切れてるような、そんな感じなマップに見えますね。さあ、あとは、石ですわ。マヤには石が欠かせない。石が見つかれば、勝ち確。さあ、どうなることか。で、あとマヤなんで、農民が最初から一人多いから、TC が立つまでになんとか家を建てたいですな。絶好のポジションだと思いますよ今日。これは勝てるポジション、勝ちポジですね。アイランドロック、勝ちポジ引いてます。いいよ。よいしょ、いい。井の発見。かなりいいですね。石がないこと以外はかなりラッキーな配置ですね。ついてます。わし、ついてます。金も近いし、今のところケチのつけようもない。こんな感じになっておりますが、ちょっと今羊が消えたな。あ、いやいや、気になりますが、
Canunel. どっちどっちこっち。いやでも多分敵となんか港が被ってそうな匂いがするね。匂いがした。多分匂いがした。石あった。石あったけどどうだろう。なんだい。セックプリッツ。はい。いいよ。まあプランニングはそうですね、まあ、その僕が建てた陣地のこの右上のところにイノが3匹いますけど、これが問題なく食えるんだったら、まあ最初はやっぱり半円戦したいですかね。半円戦しつつ味方との試合を視界を共有しつつ、今画面に見えているこの石ですね、これをきっちりと取りに行って確保して跳ね読みでいきたいですね。まあオーソドックスな戦術ですけど、マヤならではですわ。いいよいいよ。おっと、ね、ダビシカヌネルカヌネルカヌネル。外人は基本的にカウントしないですよ。うん、だってもうそんなゲームが止まったからといって、そもそもちょっとこっちもじゃあ用事を済ませてきますという人は基本的にいないですからね。ブラニシアルありがとうございます。これはまさしく私の意思です。ああちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、コロス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 コ結構ぶち込んだので、どうでしょう。パンチしたい、パンチしたい、パンチしたい、パンチしたい。パンチさせて、お願い、パンチ。パンチ。パンチ、パンチ、パンチ。パンチできない。多くないこれ、わーいわーいって叫ぶこれ多くない。マジかよ、もうユスさんは。毎回だな本当に。囲います、とりあえず閉じましょう。閉じるしかないですね。できればこのライン、このライン行きたい。勝負勝負しに行きます。いやーバレた、バレたくない。あっつ、ユルさんこっちもちょっと。よいしょ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 。イエスイエスマンイエスマン。ゲッツ。アクア転びた。まあちょっとイノシシが食えなくなっちゃったっていうのは予定外の予定外もあれですけど、致し方なしですな。オミンチキル毎回毎回しちゃうのかな。 X アゲンプリーズ。なんだい13は。いいですよ。いろいろとドンパチですわ、こんなドンパチ大合戦。
よっ。間に合って、間に合った、勝った。勝利。さあ、テッド。せんのこれ。問題なのは。問題なのはこれ押せるんですかね、押せるんですかね。問題がちょっと発生してきてしまったかな。失敗あるね。結局失敗ある。非常に喜ばしい。でもこれで押したいな。そんなにもうここで時間かけたくない。これで押す。これで押して、そうですね。押せるね。押すこと自体は問題ない。ダビシケ。シャシャスケンバン。こんなに気に入らない、こんなに気に入らない。4人もいれば十分。からのどうしよっかな。港を今増設しようかどうかだけ考え中。まあ正直やっぱ進化が遅れてる気がしなくもないから、まあそういう時やっぱ大事を取って港増設した方がいいかな。で、こんな感じでいきましょう。ここも港増設してるね。わしとやり合う気があるようです。港どうしよっかな。ちょっと寄せたいといえば寄せたいけど、本当はここに建てたかった。本当はここに建てたかったけど、これじゃ遅すぎる。やめなし。あてんがれー、レッツゴー、頑張れ。まああとは一回きっちり制圧していきましょう。で、制圧してからの続きになると、まあどうなるか。どう進化をするかですね、次なるプランニングは。とりあえずこの時点でまだ向こうは暗黒のようなんで、まあ序盤は大丈夫そうですね。とりあえず市場をさっさと建てましょうか。市場これかな。カヌネ。この羊はでかい。これは欲しい。
理想的ですね。かなりかなり理想的な展開です。今回はかなり流れが良さそうです。あとはしっかりと封殺していきたいですね。オーマイガード、これで押したい、押したい。ちょっとそこは読みが甘かった。押したい。押さして押した。よし、悪くない展開ですね。何やってんだ。でどうしようかな。せっかくここを制圧したのだから予選をやりたいとこだけど、 EMS 警報、あとは石、そういうの相手していこう。今スピードが問われてる気がする。敵の方はというと、オレンジが点数ぶっ飛んでますね。火炎戦で結構いい感じな感じ感じ感じ。これはかなり求められてる的な、私の羽生みですかね。文明はご覧の通り、やっぱペルシアは強いんだね。ペルシア強し。さあ、あと城をどこに建てようか。ここですかね、城はここですかね。やっぱここしかないですかね。こんにちは。Hello? I am Age of Empires player. Thank you. Yeah. I'm going to Orange.Pramacha! Come on! And! Going! Castle! Come on, Castle! And! Fetching! And! Bowser! And!本当は町の中心ここに建てたかったんだよね。町の中心は城か。まあ町の中心をここに建てればどうにかなるかな。さて立ちました、まあ、とりあえずもうこれでいいでしょうということで、Oh yeah I'm a Japanese YouTuber Praise Age of my prayer Thank you BatI'm a newbie. Yeah. I'm sorry. What are you saying? ポカ。はい、何ですか。ちょっとお待ちを。あ、違う。何やってんの。結局金の採掘していないのがあらになってるな。今やるべきだったね。やっぱり肉の帰りが遅いな。漁船結構
作ってるんだけどな、なんでこんなに遅いんだろうね。なんなんだろう。僕の帰りが非常に遅くてイラッとする。カモン。さあ、とりあえず荒らしに行きましょう。レッツゴー。オレンジだよね、とりあえず。何はなくともオレンジをどうにかしたいね。あとは、どうしよっかな。まあ今回はどこも陣地を広く使えているので特に、手を差し伸べてあげる必要も今のところはなさそうには思えますが、いかがでしょうか。あとはイエンスケーブ、ここでぼち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 。Yes, man. Wow. Wow. 大型ガレー戦。大型ガレー戦って英語はないよ。かといってビッグガレーとも言わないね。ガレーだね。OK。レッツゲットザワールド。死に引きましょう。ジヒヒジヒかかっちゃったし、ジージーかかっちゃったし、まだこれからなんだけどな、まだこれからなんだけどな、ジージーかかっちゃったー。あちゃーあちゃーあちゃー。ヘロー。一応一発だけかましたところで、まあ僕が水色だったらもう泣きながらプレイするしかないって感じですね。だからそう考えるとこの水色のこうやってもうひたすら敷居を作るだけ作って、なんだろう、侵入を防いで自分の領地は最低限確保しようというこの姿勢はとても素晴らしかったとは思います。で緑と青が同じチームでしょ。あー、スペインか、強いね。これはちょっとたまらんですね。で、黄色の位置がちょっと敵寄りだったんだね。敵寄りだったんだけど、バイキングとしてガレー戦頑張ってたのかな。そんな感じですね。まあ、パッと見こっちのチームは全員バランスが良かった、そんなノリでしょうかね。ちょっとこっちがあらゆる面で制しましたねといった感じでございました。はい、ノーマット、ランダムシーフ、バット、ピッチーズ、ピッチーズ。まあ時間も時間だね。11時回ったね。海外圏だともうさすがに厳しい時間になってきましたかね。ノーマット4対4。マイアンウィン。よっこいしょ。あれ、遊牧が消えちゃった。ドラッシュ、いいですね。まあ時間的におおむね12時ぐらいまでを予定はしていたので、あと1戦2戦やれればですかね。
これ入れさせてくんないわ。ああ、干してた人が移動しちゃったんだね。やむなしだね、これは。しかし、やっぱりなんだろうな。ゲーム中に、どうしてもこう CPU がガクンと上がってしまうの、これ、AOE ならではなのかな。なんか極端に、うん、CPU の使用率が上がって、重く感じて、っていう風な感じなんですよね。常時重いわけじゃないんですよ、別に。なんか一瞬重くなるんですよね。だからそう考えると、まだこのエイジオブエンパイアっていうゲームは、なんだろう、今のパソコンとかにこう動作が最適化されてないって感じなんでしょうね。ゴールドラッシュ、ゲームがありませんな。くぅ、お腹も空いてきたな。そろそろマロンクリームパンの力がなくなってきました。ゴールドラッシュちょっと面白そうかなと思うけど、なんともね。キングオブザヒル、キングオブザヒルってなんだっけ、民族の象徴を立てた人が勝ちみたいな。違うな、それじゃねえな。キングオブザヒルってあれか、ひたすら軍隊を真ん中に置きまくって、民族の象徴をひたすらキープし続けて、長時間制した方が勝ちみたいな、そんなルールじゃなかったっけ。確かそんなゲームだって気がします。キングオブザヒル、BGM が癒しだな。眠くなってきたな。日本人芸の方ははかとってるようですね。いいことです。だがしかし今日は遊牧芸。くぅ。私は遊牧がしたいんですよ。しれっと入ったらやらしてくんねえかな。さっき干されていた遊牧芸、なんだこれ。草芸ですね、これ。今日はなかなかゲームがないね。今日もか、この時間はしょうがない。よく見たらデスマッチやん。そう、面白いのかな。あら、イメージがつかない。
850プラス経った。別に入るだけ入っとこう。ちょっと一回私離席しますので、このままでお待ちくださいな。食べ物をくれないか。はいはいはい、戻りました。戻ったと思ったら待ってましたね。はい、いいよ。これ和平時間が設定されとるよ。よいしょ。わお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 、ベトナム。間違ってマイク切ってました。おー、ちょたまにはこういうこともありますよ。おう、選んだ地形が実際はよろしくなかったし、まあまあまあ、なんともかんともですね。これは表紙のします。受けれ、改めて。痛い。痛い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 。机に足をぶつけた。痛い痛い痛い。やりまーす。
まあ、なるべく被んない文明でやれたらいいですな。おまけで始まりますよ。でいっ、ランクいちごがあるといいですね。いちごがあるといいですね。違うかな。行きたいな。こちらこちらこちら。カモン、カモン。平時間が設定されてますね。あれ、いらない。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 嘘でしょ。ハゲてる、ハゲてる。完全に木がハゲてる、ここ。やばい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 よ。微妙なとこに来ちゃったな、結局。1分10秒も経ってるぞ。だいぶ遅くなっちゃったな。ショック。これもうちょっと森寄りの方が良かったな。石に固執しない当て方の方が正解だったような気がする。これどうしよう、この上の方に森がもしあったらちょっと悲しいね。さあ、いちごがないんでフラングの強みが活かせないままになりそうな気がしてならないけど、どうなることでしょうか。お、イノシシがいる、ラッキー。あー、森があった。悔しい。まあ、イノシシが見つかってるから、こっちでも結果オーライとしておきましょう。おい、ハックス。バスティソ。しよっかな。港を建てる位置をどっちに持っていこうかを今考えてると思います。どっちに港を建てたらいいかな。いればこの今見えてるここの海のところが結構大きめの海とかだったりすると嬉しいんだけどね。結構爆死要素があるから怖いんだよね。ハマれば強いんですけどね。ハマれば強い。ケルツという、ファンで行ってみるか。ファンで行ってみる。辻も取りに来たし、ファンで行ってきまーす。和平時間は終了しました。なんか切ないね。ログだけ見ると切ない。和平時間は終了した。ここからは血と血が、血で血を洗う戦いになりそうだ。ここで勝者は誰になるのか。こうご期待。というわけで僕はここに港を建てます。異論は認め。レッツゴー。めい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 。さあ、ここの肉が途切れると結構心配なんですけど、どうしましょう、どうしましょう。割と心配。やっぱ周りに誰もいないのかな、これ。これはそれでラッキーっていうか、ラッキー。お、広い、広い海でした。ラッキー、ラッキーなんじゃないこれは。結構ラッキー、ラッキーな感じでしたね。さあ、というわけでここで肉が途切れると。ちょっと一回
しょうがない、やむなしだ。おお、パラダイス、パラダイス、おおこそここへ、おおおパラダイス。年齢がバレる、今歌を歌うって。シャカリキコロンブスってなんだろうね。シャカリキコロンブス。わからないな、昔の人の歌詞は。これはどうだろう、押せるのか。ちょっと偵察しに行こうか。地形はとても悪くないですね。おお、いいのシシいいのシシいるじゃないですか。アイラブイのシシですよ。あんあん、ちょっと待って。あん、なんですかそれ、なんですかそれ。あん、壊れるのは新しいけどしょうがないな。これもし上に誰もいないんだったらかなりフリーダムだね、地形的には。そういう陣地を私はゲットしたということになります。なので、ここか、ここしっかりと落ちていきたい。ここで押したい、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 押せない、押した。遊牧の勉強をさせてもらいに来ました、ありがとうございます。まあゆっくりしていってくださいと言いたいけど、放送時間的には残りあとワズーカですね。残りあとワズーカでございます。制限時間、制限時間設けているわけではないですけど、設けている、設けてるよ。そりゃ、一応予定では何時までだっけ、何時まで、何時までの予定にしてたっけ。12時です。よっ、ちょい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 、レッツガード。ここちょっと気になるな、気になるけど、まあスルーしておきます。あえて。あ、伐採立ててなかった、
伐採伐採伐採配軍の将の通りだぜってか。えらつながってんのか。さあどう出るか。レッツゴー、レッツゴー。食えねえ、マジで食えなくなったな。ほんと大変戦で予選を全然ですわ。ちょ今平和そのものですね。これ本当は立てたくないけど、なんとなく今ノリでノリで立てることにしちゃった。でもノリです、すべてはノリですよ。別を偵察、なるべくだったら早めに行きたいですね。上司に早く上がりたいんですけど、気がたまらない、気がたまらない問題。なんかすげえごっちゃごっちゃしてる。気がたまらない。 Oh my god! Shit! 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 Shit!わお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 、チート、わお、チート、バッキンマン、アイムファクト。セリベセリベイルバスキソー、わお、あくまでバエンガレー戦対決をご所望ということですね。エネミーはエネミーエネミーエネミー、イエーイイエーイイエーイ、めっちゃバエン戦がいる、イエーイ、めっちゃ火炎線がいる。なんでぶつけた、なんで今ヘルトにぶつけた、いいのかそれ、いいのかそれ、俺は知らんぞ。何度かなってしまったよ。食料なさすぎ問題があるんだけど、なんでこんなに食料ないの、なんで、なんででしょう、なんでこんなに私は食料がないのでしょうか。
c'est bûcheron.海戦になるとさすがにもう漁船は敵ではないですね。やっぱりいかに漁師に上がって海戦をアップグレードさせることが大事になってくるかというところが 5.8 パッケージの一つ大事なところにはなってきますね。海戦お区切りしたい。うん？何？あ、何これ ？What？What？ なんで？中トン。しかも中トン。マジか。ちょっと良くない。そうきた。ちょっと待って。を殴り行こうと思ったけど、迎撃用窓があるじゃんね。それきついじゃんね。もしかしたらこれは上陸大作戦されてる、ノルマンディー号上陸大作戦されてる可能性があるんで、これは結構大ピンチな気がしますね。よっ、はい、いました、いました。敵さんです、敵さんです、敵さんです。ボクシング仕掛けに行きます。腹立つ。ついでにちょっと、あのこいつ絶対漁船超蓄えてるんだ。おら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 、許さねえ。おら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 、死に腐れ。笑うしかねえわこれは。逃げられた。冗談。笑うわ。何？おいごや。さーてと、まあやっぱり城を建てていたのは正解。あ、じゃあ石を確保しに行ったのは正解。おい、ちょい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 、降りたよ、あいつ降りたよ。ファックファック、ワーオチ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 、ちょっと早めに制御しに行きたいな。あっち、わあ、また逃げられた、腹立つなあいつ。何なんだよもうあいつはよ、一体何なんだよもう。ハック、いやー、あいつ腹立つな、許さんわ。あ、大丈夫、立つ、私の犠牲はしょうがない。とりあえず宝石は、はい、もう一丁一丁、ラッキーラッキーパンチ。ですね、とりあえず何しろ、What?バーッ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 、バーッって思うじゃん。さよなら、お達者でと言いたいけど、これ中トンなんだよね。中トンだからちょっと良くないんだよな、本当は。近寄れないんですよね、近寄れないんですよね、あれ。憎たらしいことに、中トン TR って意外と面倒だね。そう考えると。意外と面倒なことされてんだな、これ。
意外と良くないな。どうしよう。しだした方がいいかね、やっぱり。しなのかな。難しいところだね、判断的には。今、姿勢もうまく整ってないところもあるし。槍がとりあえず失敗だったか。で、なんで向こうのがこんな点数どんどんメキメキ上がってんだ。やべえな。腹立つ。腹立つ。ボクシングしかない。なら、あなたは破壊しませんよ。あなたは返しませんよ。あなたは返しませんよ、もう。もう一生あなたは返しませんよ。逃げろ。逃げられない。待って、弾道が入ってる、これ。覇権多すぎだろ、こいつ。やば、結構やば、思ったよりやばくなってきた。いやー、岸出しよかった。さすがに追加はめんどくせえな、俺。してよかったがマジでやべえな、これ。騎士が余計なんで。早く開けて、早く開けて。結構悩ましいけど面白い展開にはなってきてるんだよね。ラム使えば一発だったか。予選が気がついたら全滅。この辺もね、どうしようもないというか、どうしようもない。いやー、マジ弾道学がえぐい。近づけない、えぐ。やば、えぐっ、えぐっ、マジでえぐいな、これ。やばっ。つらいなこれ。思ったよりつらい。まあ騎士はやっぱり大事だね。困ってる。もうちょっとさすがに私我慢の限界。これがまあえぐいんだよね、やっぱり。なんで？もう腹立つ、腹立つ、腹立つ。ノリ、直近にスワコツ、そこ K。 いやー、いやー、いやー、ちょっと頼む。あとはラム頼む。ラムじゃないともうダメだ。いや、できない。いやー、いやー、それがきつい、それがきつい。やめて、やめて、やめて、やめて。
このやり取りに勝ちたい、このやり取りに勝ちたい。弾道学付きのこの監視塔ラッシュ、うざい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 、勝ちたい、ここ勝ちたい、ここ勝たないと、ここ勝ちたいんです。帝王上がってるし、イエス、うわい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 、やめて、いやー壊せない、マジかよ、これ負けんの、えぐ、やば、ちょっとかなり初見の展開だよ、もうこれは。マジかよ、つら、なんだそれ、面白いけどつら、いやー内政負けしてんだよな、これがエグいんだな結局のところ。騎士を怠った、よくない、騎士を怠った、やばいやばいやばい、やばい、完全にファックされてる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 、ルルルー、ファックされまくってる、いやめちくりー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 、あ、聞いて、損得勘定したら今のすげえ良くないね。いやー、これは辛い展開だな、まさかここまでやられると思わなかったな。やめて、避ける、やれるところからやろう。地味にここ町の中心も削られてるというね。いやー問題なのはどうなんでしょうね。なんか来てるよ、なんか来てるよ、はいはい、なんか来てるよ、なんとか戦闘、喧嘩戦闘いかん、あーうざい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 、どげんか戦闘いかん、もういい、別に、あーあーするしたするしたするした、よいしょ、よっこらしょよっこらしょよっこらしょしょしょ、よっこらしょ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 、やっぱこの辺領地ゲーだというところですね。つら、なんか来てるなんか来てるなんか来てるよ、カランビットさん、ちょっとどうしよう、ちょっとどうしよう、ちょっとどうしよう、なんか来てるの、カランビットさん味方でした、カランビットさん味方でした、すいません、あー新たしい展開だったな、本当。音に使う、これは音に使う、音通りに使いつつのアタック、はい、カモン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 、レッツゴー、あー赤工作兵でラムを割るとか、コスパ負けてるんだよ、ラジオを見て出直してこい、イエス、ファック、さあ何度か立て直した気はする、いやーしかしよかった、ほんと
チレチレクスどもチレクスどもとか。結局もだいてるだけで終わっちゃった。いやーいやー大変なことになってる大変なことになってる。内政を展開する場所が他に難しい。まあそうなんだけど、結局内政はずっと向こうの方が良かったんですよね。ここが良くなかった。で今回 G 寄せなかったのが良かったけど、 G 寄せられてたらもう間違いなくアウトだったと思うと、あんまり勝った気はしないですね。正直向こうにも全然まだまだ大量の余地があったと思うと、あんまり勝った気はしない。ただ必死こいていただけ、ほんとそういうプレイングですんませんが、ナッツナッツ。すべてを押さえた。アウチ重い。このあれだな、スクロールがやっぱり重いんだな、このエイジオブエンパイアというゲームは。あ、間違えた。間違えましたよ、今絶対クリック。なんじゃこりゃ、もういろんなところになんかいろいろあるよ。もうどうなっとんだよこのおやつはよ。気がついたらもう46分経過してんじゃん。でどうなってるの、ただはベルベルラクダ騎兵大変、オレンジ死にそう、黄色なんとかしてあげて、とりあえず手を行こう。手を行かないことには何もできない。ラムダすぎたな。出よう出よう、とりあえず出よう、何はなくとも出よう。荷車ちょっとまた後回しだ。キン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 。馬車金と肉の鬼になる。ノコギリをしていないのが今チラッと見えましたね。チラッと見えましたね。余裕がないわこれは。さあテッド、さあテッド、どうしましょうかね。ジェニトゥ負けてるね。結局水色ともそんなに差がないっていうのが気になるね。44枚全然だね。ちょっと厳しいかもね、これは。間に合わない気配がプンプンしてきてる。人口何人間だっけ、200か。入れの忘れた。ちょっと損こいたな。ちょっとやめなしといて、お許しいただきたい。間に合うかな、果たしてこの辺が。
さあどっから行くか。これ行きたいね。これ行きたい。とりあえずストレートでおねきしていきたいね。家、ありがとうございます。家、めっちゃ家が足らない。重騎士、もうちょい、もうちょい、頑張って。重騎士、重騎士さん、もうちょい頑張って。重騎士、重騎士、来た、うまい騎士。はい、フロップ、アップグレード自体を押した。いいよ、待たせたな、待たせたなって言ったけど、もうちょっと待って。勝ちたいね、ここまで来たら勝ちたいねって言いたいけど、500点差、なんとか味方にあとは作用してあげられるかどうかというところが、自分でラジオで言っておきながらというところですね。だからつまり復帰を早く促すことができればワンチャン。この城はごめんなさい、もうどうしようもないです。さあここからフランコの底力お見せしましょう。もう 83%、 やっぱり早いねフランク。頼むぜ、間に合え、間に合わない、ちょっと早い。ちょっときつい、クルティちょっときつい、クルティ、もうちょっと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 、もうちょい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 、めんどくさいからもう行こう。レッツゴー、レッツゴー、ファイヤー、ファイヤー、レッツゴー。おう、おう、ナイスコラボレーション、グッド、カランビットウォーリアー、イエス、ファンタスティック、ファンタスティック、イエス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 、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー、一気に逆転、決まって、決まって。いやー、今のカランビットさんナイスでしたね、最高ですよ。気持ちいい。いやー、粘った、粘りに粘った回はあった。 Thank you man。 あー、いや本当だから、目に見えてわかる間に合うか間に合わないかの瀬戸際っていうのをやっぱり制せると気持ちいいね。水色がまだ幸いにも上司なんで、ここになる前に消し出しましょう。散らしましょう、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう、どんどん行きましょう。城が結構ある系ですか、ね、なんか人口が全然増えない、あんなの。とりあえずね、俺はもう水色にはもうオコだよ、激オコだよ。とりあえずもう安全粉砕しに行きますわ。腹が立って、ダバレイ、ダバレイ、このクセロがいい。はい、こんばんは、チャセイ、建てるスペースが欲しい。この名前、いい、いらっしゃいませ。
ふい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 、まったくよ、今までの波をすぐに見つけてやるよ。なんで PC らしくやねん。キン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 、なに、なに、嘘でしょ、ここまで来てこいつはなんで輸送船をした上で寄せてくることにこだわるかね。うっそ、あれ腹立たしいやつだね。イラッ、イラッ、うざなんなんこいつは。よいしょ、よいしょ、あ、よいしょ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 、いい、よいしょ、いい、よいしょ、いい、ほんとふざーけんですよ、ふざーけん。ここらで一丁フランカスローさん行ってみますか。いやてかもうあと3頑張ってよ、俺も疲れたよ。あ、ちょっと油断してたらやられそうな気がしてきたな。ありゃしねえな。いやーん、なんかそうじゃなくて普通にやる。いや本当油断も隙もありゃしなかった。さあどうする。やばい展開になりつつあるかい、これは。確かにちょっと埋め切れてないですね。
いやーどうしよう。いや多分追い返すだけなら簡単なんだけど、後が続かなくなるのはよろしくないので、ちょっと一回引くしかないって感じですね。なんで石膏が出てんのかな。いやーちょっと前進しないでよ。黄色は頑張ってるの、なんか拮抗しちゃってるな。ここで拮抗してしまうのはちょっとよろしくないかな。とりあえず突っ込む。ですよね。ちょっとここで当てたくはないんだ。これちょっと当てたくはないんですよね。ファイルをしようかな。さあどうする、さあどうする。当てて、お願い、当てて、当てて。押し切れないかい？押し切れないかい？押し切れないかい？押し切っちゃっていい？押し切っちゃっていい？仕事取れてる。かおじいちゃんがやっぱりうざいね。おじいちゃんがどうもうざったい。おじいさん、おじいさんが、おじいさんがうざったいですね。まあ、いや、ここまで知ったらまあいいだろう。次、こっち。あー、ラグダイミキが強いか。でも、正直ここで押せることを考えると、まあ、銀行が増やせるこのゲームになってきたら、なんとかなるんだと思うんだけどね。インクの策の異変も辞さないか。これは出ました、ジェニトゥー出ました、ジェニトゥー。いや、これしい、いや、これしい、めっちゃ食い、ペレペレイ、フランクには運営がない。押してる、こっち押しといて。もうお願いお願い、今行って、今行って、お願い、今行って、今行かないと遠藤が仕事できないじゃないか。お願いだから今行ってよ。お願い、今押して、今押したい、勝たなきゃならない、今こそ勝って、今勝たないと、今勝たないといけないんだ。
すぎじゃない、今勝つんだ、いきな、いきな、ありがとう、連携最高、声を込めておく、グッド、心折らしました。落ちたのは違うけど。いやー、頑張った。いやー。いやー、なんか外人と息が合うのも悪くないよね。やっぱこうやってやってると。なんか言葉交わしてる言葉は少ないんだけど、まあこうね、互いにこう喜びを分かち合える的なね、こういうところができるっていうのは、まあ全然日本人でも外人でも変わらないかなと思いますよ。というわけで、まあ最後はいいゲームできたと思います。はい、いやーでも疲れた。何だったんだろうね、最初の本当クソみたいなラッシュは。いやいやいや、とんでもびっくりラッシュを最初食らってどうにもなんなくなって、まあ反省点は多いゲームでしたね。まあ本当味わい深かったゲームという意味では、最後ああいうゲームができてとても良かったと思います。はい、ありがとうございます。本当だよ、輸送船なかなかでもスリリング、面白いゲームでした。はい、じゃあというわけで、今日はこの辺で終了したいと思います。来週またやればいいかな。遊牧流行りますかね。どうだろうね。まあやっぱでも大味なゲームにはなりますよ、どうしても、しょうがない。でもさっきみたいなそのチュートンで監視塔をやって、弾道学やって、あんなプレイスタイルができるのはやっぱ遊牧ならではかなと思いますね。アラビアだとああいう戦術は結局何かしら、まあ、ヒナの的を浴びたりはしますから。うん、だから遊牧にこそあらゆる文明のあらゆるユニットのあらゆる可能性を、吟味した上で何がいいかっていうのは、それこそ、うん、その瞬間瞬間の判断でやれるっていう楽しみがありますから、まあそういうところを味わいたい人で、その上で、まあ失敗も多くありましょう、即死もありましょう、そういったところにもめげずにやれるかどうかっていうところが遊牧を楽しむコツなんじゃないかと思いますのでね、まあいい遊牧芸ができたというところで本日は終わりにしたいと思います。はい、じゃあまた、次回、次週やるかどうか分かんないけど、また次回お会いできればと思います。はい、じゃあここまでのお相手は私、こうちゃんでした。ありがとうございました、ご視聴。ではでは、失礼します。